こんにちは、アッキーです。あ、今日はですね、ディープコーブというですね、町に来てます。ここはですね、ノースバンクーバーの東に位置している町でして、入り江もあってね、とっても綺麗な町なんですが、車でだいたいダウンタウンから30分で、交通公共機関バスで来るとだいたい1時間ぐらいで着くことができます。で、今日はですね、なんと初めてですが、助っ人を頼んでまして、紹介したいと思います。だいたい多分5歳くらいしか違わないと思うんですけど、けなこちゃんが助っ人に来てもらいました。5歳下です。はい、で、今日はですね、この2人でディープコーブの魅力をお伝えしたいと思いますので、お付き合いください。よろしく。バーベキュー今日こう焼いてみたいと思いますけども、今日ちょっとサクッとコンパクトバーベキューなので、今日ね、だからそんなにたくさん用意しなかったんですけども、ちょっと皆さんに紹介したくて用意しました。まずですね、こっち、こういったね、サラダパックが売ってるんですけれども、ちょっと便利ですよね。でもね、見て見て、これブロッコリー、こっちの人ブロッコリーって結構生でバリボリバリボリ食べるんですね。結構これはね、日本人の方びっくりします。日本はね、茹でて食べると思うので。で、野菜はこんな感じで用意しました。マッシュルーム大好きなので、でカナダのマッシュルームとっても美味しいです。これも後でね、焼きたいと思います。で、お肉なんですが、やっぱりバーベキューお肉大事。でこれスーパーで買ってきたんですけども、これサーロインステーキです。6.78、 160、まあ 200g ないですけども、162で 6.78、 だいたい500円ぐらいでステーキ買えちゃいます。で、これは、フランクステーキって言って、日本で言うと、カイノミかな、うん。カルビのお仲間です。これも8.90ドルだから700円ちょっとかなぐらいです。あとは定番のチーズ入ってるソーセージ。わざとおにぎり用意したので、おにぎりはこのままで。まあ、そういったものを焼いていきたいと思います。そう。これね、何でも使える、クレイジーソルトみたいな感じなんだけど、本当にこれ1本で。しっかり味付けですね。持ちします。おー、いい感じ。美味しそう。できたー。できましたー。サーロインステーキ。サーロインステーキ。食べますか。いただきます。いただきまーす。うん。うん。柔らかい。超やみやみ。美味しい。美味しい。柔らかい。うん。で、油もしっかりあって、ジューシー。うん。本当すぐ切れたし、まくって。幸せの顔、幸せの顔です。カイノミステーキ、マッシュルームにピーマン、玉ねぎ、わー、美味しそう。じゃあ、きなこちゃん何食べる？私はまたお肉で。きなこちゃんお肉。あ、すごい。じゃあ、私はこの、ほら、スープが出てる、マッシュルームいきまーす。いただきまーす。うん。うん。黒い。ジューシー。このね、マッシュルーム、お出汁が出てるんですけど、マッシュルームから。すごい美味しい。美味しい。どうですか？これはちょっとディズニーランドのチキンの味がします。ディズニーシーにあるチキン。なるほどです。美味しいです。頼みね。はい。味噌汁が。これから、このもいろいろ食べてみたいと思いまーす。おにぎりすごいもうピクニック用タイね、うん、うまい。あー、お腹いっぱいなりました。さて、じゃあけなこちゃんお腹いっぱいになったところで行きますか。はい、じゃあ行ってきまーす。ここで。あ
い、ではですね、これからカナダ人の人大好き、またこのシーズン最高なカヤックを今日はきなこちゃんと一緒に乗りたいと思います。行ってきます。はい、じゃあ安全確認等々済んだのでこれから乗っていきまーす。大丈夫かな。乗る前にいろいろとスタッフの人が説明してくれて、舵取りの仕方とか、後ろの人が舵取りするみたいなんで、ここ見えないけどこの下に舵取りレバーがあります。いやー離れてくもう鳥の音とこの自分たちの声での音しか聞こえない、うん、最高、楽しい、気持ちいい、結構カニ取りたいねー気持ちいい、こいでます？なんか進み具合があんまり、こいでる、こいでる、こいでます、こいでる、オッケー、頑張りましょう。あれ、こいでます？いイリエをカヌーで漕いでるんですけども、今日青い空も水も綺麗だし緑もいいし、そしてこの周りにあるのがもう豪邸プライベートハウスになります。すっごいたくさんあって、しかも大きいんでもうどんだけのお金持ちが住んでんだろうっていう感じですけれども、最高の景色です。私たちのお家に帰ろう。じゃあお家に帰ります。これです。うちもこれです。ひなこちゃんに隣なの。お隣同士。じゃあねー。今日はお疲れ様でした。じゃあ駐車スペースに止めまーす。ハロー。We're going towards you. Thank you very much.ではですね、ギャラントアベニューに来ました。ここがこのディープコープ唯一のメインストリートになります。今日平日なのに結構人が、うん、人が来てるね。子供が多いですね。散策に行きましょう。行きましょう。はい、うん、あ、ここ知ってますか？ハリードーナツっていう有名な美味しいドーナツ屋さんなんですけど、ドーナツなら絶対食べた方がいい、おすすめのドーナツ。本当に、ね、本当に、じゃあ行ってみましょう。じゃあちょっと入ってみましょう。
すごい匂いが。ハニードーナツ、こっちがメイプルかな？ハニードーナツメイプル。そうです。うん、ゲットしてきました。ちょっとこれ食べます。食べますかね。なんかこれ有名店、これ上にハニーがここくっついてるのかな？ああ、こんな感じです。こんな感じです。なんか上が多分この一番上がハニーの、こっちメイプル。メイプル。うん。じゃあちょっと食べようかな。いただきます。いただきます。うん。美味しい。こっちは周りがあの蜂蜜でコーティングされてるんですけど、中がふわふわ。こっちもふわふわで、これはもうメイプルのなんていうの、メイプルクッキーの中身が上に乗ってるって感じ。甘すぎないです、これ。こっち甘い、すごい甘い。甘いです。甘い。甘い。結構甘い。甘いの好きな人にはこっち。なんか結構有名なところみたいで、あの、ハリウッドの女優さんも、うん、あの、ここに、こう飲んできてるみたいで。来てた？来たみたいです。来た。うん、来たみたいです。いただきまーす。これ何やかな？バー。全然ベタベタしなかったね。全然、まだベタベタしてない。そのままね、掴んで食べたのにね。すごい好き。すごいな、なんでここすごい。若造が、なりますよね。なんか若い、高校生ぐらいの。あ、だめだ。あります？横が可愛いな。すごいよく見すごいよく見乾杯乾杯お疲れ様でした。これろうそく？なんだろうこれ。ろうそく？ろうそく？なんかその飾り？ろうそく？なんだろう。今日、飾り？飾り？ハニー。これなんだこれ？これなんだこれ？これ何者これ？これは目はどこにあるのか。なんだこれ？目船でこうやってこうだけじゃない？あー、こういうことね。こうやってできるらしいです。目玉焼き、あ、いろいろ種類あるね。あ、ほんとだ。エッグモンスター、かわいい。しかもサニーサイドアップじゃなくてサニーサイドアップ。かわいいね。あ、これさっき見たんですよ。そう、やかんみたいな、これ、さっき見たやつ、これ見てね、浮いてたような感じで、まさにこの状態で、本当にね、こんな感じでね、これ、でけなこちゃんが、やかんが浮いてる、そう、やかんが浮いてるっていう、そうそう、アザラシ頭出してましたよ、頭出してた、そしたら、やかんじゃん、やかん、二人、やかんだ、やかん、言ったら、ピンって入って、あ、アザラシだ、かわいい、そうだ、かわいい感じだ。やかん。なんだね。やっぱいるから売ってるんじゃないですか。そう。あとあそこら辺になんかビーガンのお店ありますよね。こういうのがビーガン。ビーガンじゃん。ビーガン。なんか前あった来た時。あ、日本食もあります。大阪さん。大阪。そうですね。今日は本当にお散歩日和。本当、まあ、暑くなってきたしね。うん。もう夏が。そう、ビーガン、ベジタリアン、グルテンフリーの人が来れるお店。
カフェとスーパーが一体最近増えてきたもんね。そうですね、そういうお店。あ、で、カフェ？そうです。じゃあ、戻ります。戻りましょう。散歩散歩ぐらぐら。はい、ということで、ビップコーブでですね、今日は、バーベキュー、そしてカヌー、そして散策をやってきました。ダウンタウン出てから、だいたい5時間ぐらいですかね、経ちましたけども、半日でもう十分ね、たくさん楽しめるところです。ぜひ皆さん、ビップコープ遊びに来てください。今日ですね、手伝ってくれました、きなこちゃん、YouTube やっておりまして、今日の私の概要欄ですね、に貼っておきますので、リンクしておきますので、ぜひ見てみてください。お願いします。はい。で、カナダウォーカーズの、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。はい、ではけなこちゃん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。またぜひコラボしましょう。もちろん。はい、ではじゃあ皆さんまた会いましょう。バイバーイ。